芸能事務所、トゥービーの三宅県が1日、新設した自身の YouTube チャンネルで生配信を行いファンに向けてメッセージを届けた。ジャニーズ事務所の元副社長、滝沢修明氏が設立した芸能事務所、トゥービーは、先月2日に三宅県の加入を発表。三宅はこれまでに、ファンミーティングがやりたい、など発言。様々な活動を匂わせており、 その第一歩として YouTube チャンネルでの生配信を行った。この日は今後の配信予定などを説明し、ファンから募集した質問にも答えた。男性ファンに向けて一言、と言われると、コンサートやっても見かけるし、街中でも会いますよ。髪型や服装真似してくれたり、嬉しいよね、とにやり。タッキーとの仲良しエピソード、について聞かれると、 そんなに接点はなかったんですけど、滝沢歌舞伎のオファーをもらって共演するようになって。年下ではあるけど尊敬できる部分があって、そのうちに意気投合。3、11、東日本大震災の時にボランティアに行った時に、滝沢も行ってたみたいで一緒に行こうよってなって。ボランティアを通して仲良くなった感はあるかなと明かす。ボランティアでは、 困っているお家に行ってチェーンソーで倒れている木を切って移動させたり、かなり本格的に取り組んでいたようだ。MC から、どんな会話するのと聞かれると、髭男、オフィシャル髭男リズムの、プリテンダーが流行っていた時期で、車の中で、滝沢がおもむろに、この曲、好きなんですよね、って言い出して、笑い。長距離移動中、口ずさんでました、と爆笑。 さらに先日、ボーカルの藤原聡氏に会ったロキにその件を報告したそうで、ありがとうございます。と返されたと明かした。